わっつぁん、うわマジかこの1回にかけるいけ、トロやった、おのおとったぞやったぞ、いやマジでやったな、こんなに嬉しいねんなこんだけ噛んだんでるやから、うん、乾燥しとったわ、乾燥しとったな、うん、やばいな、急に落ち着くな調達行って、水も調達してパーティーや、パーティーやな、植物はな、家の周りに家の周りやばいよな、ほら、これ、浜大根、浜大根めっちゃ生えとで、豆ついてるやつ、これとか、ワンちゃん、いけほら、浜大根ゲット、家の近くの置いとこでこれ家の周りにまだあんねんな、うん、前回おなじみのフルナ、ほらもう塩がバリついてる、えめっちゃ塩味するわ、お菓子みたいに言うな、うん、あと結構まだまだ植物あったな、山の方行ったら、ちょっと行くか、ついでに屋根になりそうなもん探して家補強していくっていう形で、今日はちょっと飯までがっつり動こう、レディゴー、来たー、火の通ったとここんなもんやろ、いただきます早速新鮮やな、あーバリ行くやん、めちゃくちゃうまい、うー染みを取ってる、うわコクコクいくやん、いや俺も飲みたい、そんな汚ないやろ、まあ、この色やからな、普通にうまいやん、もっと土の味するか思ったけど全然せん、全然全然、これだから長く飲もうと思うやったら茶移して菌飛ばして飲めるやろ、オッケー、持って帰ってこ、これ今売ってんの懐かしいな、なんか、うん、なんかえぐいことなってんじゃん、でも水やな、切るやん切るやん、これ切ったら鍋にできるし湯も沸かせるしな、うん、うわええのんゲットしたな、最強なホットやん、完璧ホットゲット、ヒロミプアの木、これでかい、このまま食える、いただきます、うん、うわ、うまい、うまそう、これ持って帰るよりここで全て食そうか、これ無限に食える、ここバイキングスポット、くら寿司や、くら寿司自分が回転しよう、回転しなやばい、めっちゃうまい、めちゃくちゃ食うやん、カジ君、一個あげる、一個だけはい、うわ、うまっ、いちご、いちごみたいな味やな、これはいい、山の幸やな、おお、うまいうまい、農家のっちゃん、半分ごっこしよう、うん、半分ごっこしよう、いただきます、乾杯、はい、乾杯、うわー、うまっ、やばい、元気なんな、もうここないで、ほぼ、うん、次行こうか、この辺で開ける、この辺、うん、ちょっと深い方がいいかもな、うん、この石ナイフ万能やなすごいやん、あ、なんやかんやで切れるな、地道に行かないと下まで行っちゃう、うん、何でもコツがあるな、おー、ちぎれる、よっしゃ、えー、立派な鍋完成、鍋完成、関松そんな感じだからでもな、俺らだけは生き残れるな、残れるわなあ、皮むいといて、うわ、うまそうやな、うまそう、うわ、湯がいて食べたい、一回湯がいて、アク抜かなあかんねんな、やっていくか、やっていこう、レディゴー、この拠点の近くやから、ここにちょっと焚き火移動させよう、これ、ええー、なそれ、すごいの見つけたな、なあ、こう置いて、鉄板できるわ、もうこれ熱してここでいけるわだいぶ綺麗になったけどな、いけるとかいけるわ、あ、いける、うん、この辺、あ、いやいや、ちょっと奥行ってみようこいつ触ってみようかそれ、それ、わっちゃん気をつけて触って、まあ、こんなもんでええんじゃん、だいぶ行ったで、行った惜しみなく使うな、いや、僕も取れるからもうこいつはここで行こう、後で移動させよう、残り火ぐらいの方がいい感じやろ、ハイトリマスターになったで、うん、インドとかでおるやん、ハイトリマスター、トリマスター、どうかすえこれしのったらあかん、これあかん、おお、めっちゃいい感じ、めっちゃいい感じ、沸騰してきた、沸騰してきた、これでアク抜き、うん、完了、よっしゃ、貝も取ろう、はい、でかいのミッケー、おい、うまいよ、おこれでかい、イエイイエイ、お、やばい、めちゃくちゃでかい、
でっか、ちょ待って、それ慎重にいかなかんね。これ慎重にいかな。隙間がないねんな。よし、動いた。でかい。でかっ。めちゃくちゃでかいやん、これ。フォーコ。フォーコやな。ここもバイキングや。来た。イエーイ。どうだこいつ。アホか。うまっ。坂目折れ。どこ行った。おおった。あっちだ。あほら。もうちょい浅いところに追い詰める。うまいうまい。どこ行った。そこや。どっちかが見失わなかった。そっちに。お。えちゃん。こっち行った。あ、ええ感じ、ええ感じ。綺麗。向こう行った、向こう行った、向こう行った。ラッキー。ほら、誘導成功。こっちに交差したらあかんね。ほら、あら、そこ。行った。これ行けるやろ。これ行けるな。行くで、行くで、行くで。どこ行ってん。どこ行ってん。あ、来た。こっち来た。おっしゃ。来た。うえ。瞬間取れたかな。これ。まあまあ今日やったら切れやろ。見えるか。あれどっか入ってきた。おる近く。ほら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 。うわ、せっかくの貴重な。わじゃあカニゲット。やばい、真水ちゃん。来ない、ほんまに。そこ山やで。うん。え、行っていい。これやったんちゃん。冷た。マジ。真水じゃん。マジだ。真水。塩ゼロ。吸わして。吸わして。分かった。あ、ほか。家の横やで。言うとくけど。すすりたいと思います。はい。やばい。来た。こっちの方が冷たいな。うま。何のために俺ら山に組みに行ってん。ちょっとだけ塩っぽい。うん、まあ、ちょっとだけ。若干な。多分この岩の塩ちょっとあるから。組みに来るときここに組みに行くよ。最高。うん。で、冷たいでしょ。違うわ、感じへんわ。空腹どっか行ってんけど。水飲んどっから。慣れるもんだよな、人間って。空腹はしばらく経ったら。でこれまで食い出したらまた腹減るやろな。いつもの無人島より動いてん。やのにこんだけ腹減らへんって。食わんことになるような大事なのかな。よし、もうちょいカニかなんか取って調理しよう。オッケー。おい。オッケー。というわけで次は浜大根。浜大根。野菜系やな。知らんけど。おお、いい。こっちとかもそうやけど、このエンドウの実みたいな、これ俺らの家に生えてるから。家に生えまくっとうかな。あと 2,3 本欲しいな、これ。オッケー。茎太いのの方がいいんじゃん。どうなんやろな。めっちゃ食うやん。お、うわっ、あっ、うわっ、でかい。うわっ、半分、半分に。え、うわっ、何ちゅう顔したんだ。こいつマジで切れんな。だいぶ歯が欠けてたんじゃん。欠けてきたな、うん、その根っこんとこで切ったらどないな。このギリギリのところで。ほら折れるな。うん、これ早う言うてよ。俺の筋力無駄にしやがって。めっちゃおもろかったな。それは屋根にしよう。屋根にしよう。そう。おお。あんま大根まつりやな。めっちゃ綺麗なんで。皮も一緒に剃ってるわ。おお、いいや。よし、行こう。よし。よっしゃ。本日の食材はこちら。うん。今でかいカゴに入ってるから少なくね。めっちゃ多いで。松葉貝、これほぼアワビ並みやで。お、すごいな、竹ポンポン言うな。うん、あ、タケノコ、タケノコできてんじゃん。これそれ。おえー。うわー、えぐい。満杯になるんじゃん、腹な。あ、お、いっか、これで。うん、全然いいよ。口の中に入ったい。こっちちょっと煮沸するわ。うん。で、こっちは無人島野菜鍋。浜大根の種のエンドウ大根な。うん、
こいつバリうまそうやな、タケノコ。味付け。おお。よっしゃ、いこう。こんな一回入れて。うわ、絶対うまいやん。で、この貝とかカニとかは焼きましょうか。はい。そこに火。あ、そこで置く？うん。お、だいぶできてきてんで。やば。おお。めちゃくちゃうまそう。うまそう。ちゃんとスープ。うえ。ちょっと冷まそう。うん。銃いいよし。すごい家やな。石でかいやって。カニも。魚とかこれ石くっつきそうやな。上で焼こうかい。お。じっくり焼いておこう。もうこれも茹できたんじゃん。生でだいぶ飲みよったけどな、それ。手袋がええな。いただきます。はい。あ、うまぁ。お湯ええな。コーヒー飲みようみたいな。めちゃめちゃええ匂いすんで。ほんまに。うん。うわ、うまそう。え、やばいかもしれない、これ。いただきます。はい。タケノコからいこう。うんまっ。えっくうわ、めっちゃうまいわ。豆やもう硬いな。つるながええだし出してるような気がするね。大根もうまいよな。うわ、硬いけどうまい。幸せやな。うん。カニ一個か、でかいやつ。お、おかしい。いい感じで焼けとんちゃう。うん。いただきまーす。お、ええ音させる。結構肉入っとったで。肉肉さあるわ。うまっ。大成功やな、今回も。ほとんどこれでもちょっといる。お前それ辛やねんか。魚行こう。ホクホクやん。おーおーおお。ホクやん。追い詰めたやつ。半分ごっこしようか。おー、半分ごっこしようか。魚食いたいやろ。食いたい。食いたいけどそれ半分いく。これやばいわ。これやばいわ。くれる。いただきます。感謝して。うん、まっ。松葉貝行こう。結構でかいの行くやん。いただきます。はい。うんまっ。貝やっぱ安定やん。コリコリ。焼いたやつ食うて。大丈夫。いただきます。うまっ。あ、貝汁出てるわ。貝汁。カニ出しとろか。カニ出しとろ。ちっちゃいやつ特にだしに使う。貝も焼いたやつはそん中入れたら出汁出るかも。うん、ええー、な、楽しんでんな、食を。なあ、バチバチ不便やったけどな、今回。全部時間かかんねん。せやな、一個一個のことほんまに。なんで道具持ってけへんかって。持ってきたらええやんと思ったな、うん、楽しむためにあるからな。せやな、ライバルは生きることを感じながら。次は道具持ってこう。これ俺ら一晩中やったで。うん、色増えたぞ。増えちゃうで、うん、これほんまに鍋みたいな匂いすんねん、出汁効いた。いただきます。はい。わあ、出汁がめっちゃ全部柔らかなってきてるわ。あ、うん、貝やわ。貝の出汁がめっちゃよく出てるわ。もう焼いてから出汁にしたっていうのがええじゃん。うん、香ばしさ増してるやん。なあ、カニやわ。出汁出てんの。カニの出汁。うん、やっぱ焼いてからさっき言うたな、出汁。うわ、絶対うまいやん。うわ。俺おる、どっか行ったんちゃうかな。もうぐらい早く食え、無人島の主に言われてる、うん、これ大根食いて。これいかついわ。いただきます。うわ、別物納豆やん。やらか。今回の料理の命名、無人島のおでんスープです。スープ飲んで。はい、いただきます。あの刺身食うとこは。うわ、うまっ。だってこれ塩水だけやもんな。するのやばない。するの、うまっ。邪魔ぬる。持ち物ゼロでもいけたな。いけた。ただちょっとまだ屋根とか補強してないから、うん、家だけ強化しよう。いやな、うん、雨降りそうやもんな。うん、降ったら困るからマジで、うんうん、バーッと出て動き出そう。オッケー。よっしゃ、これトトン拾ってきたから。キャップ入れた。無人島に来て胃がびっくりしてるわ。飯くれんのかーい言うてな。待って、テンション上がってきた。空腹やって、うん、全然いけるなとか言ってたけど、こういうことなんか、ご飯って。いやな、満たされるな。もういけるわこれ。だって、ほら、こんなも余裕やん。そうそう、そうやって運んでな。中に行った方が俺一人にやらせようとして。そうそうそう。
社やね、お経と。バラ一回どかして、流れ着いたあの材木みたいな、引きまくって、その上からの方がいいな。下これびしょびしょなるやろな、バラ。なるわ。これどうやって差し込んでいこうかな。これでもどう、さっき上から行った方がいいで。上からこう、縦なんで固めていかな。これにどうやってつけるんだい。なんか微妙やな。あ、ここにこう。じゃあそれか、ここに一本立ててまおうや。柱立てて、これここでやん。それに置くだけ。なるほど。わかる。それでいこうか。それでいこう。いいね。よっしゃ、完璧や。これは強いぞ。今日、うまくいきすぎちゃう。今日ええ感じやな。よっしゃ、完成しました。トタン落ちてたやつ、木材も見っけたから床に敷いて、柱立てて、つると落ちてた麻紐みたいなんでつぶって、これに最後ほらおばーらーって敷いたらな。あ、ちょっと聞こえんかった、もう一回言ってくれる。いや大丈夫大丈夫。めっちゃ快適やん、これは。雨降っても絶対大丈夫や。虫の音がもう子守唄や。これで今日は寝ますか。よっしゃ、うん。待って、え、豚小屋やん。フォルムが動物の小屋と一緒すぎて。いやな、いやでもええ感じちゃう。ええ感じやな。な、ぐっすり眠ろう。おう、聞いたいって寝よう。はーい、はい、え、なにこれ。うわ、こんなとこホラーのある。え、ちょっと待って、なに。うわ、え、あ、なんや。ごめんください。え、何してるんですか。あ、見たらわかるやろこれ。え、これ家や、住んでんねや、ここに。え、これ家ですか。無人島にこうサバイバルしながら住んでんねや。これ家。ああ、どうした。いや、豚小屋やん、これ。おい、お前。誰が豚小屋しまくんな、お前。おい、お前、無人島に頑張って作った、おい。お前、出てええか。出てくんな、お前。絶対、もう絶対来ません。絶対来ません。絶対来んな、お前。絶対来ません、もう。おい、おい。あ、すみません、来ちゃいました。おかしい。はい、ちゃん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 。やばい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 。このパターンは初めてや。できるだけ体力使わないように大丈夫。大丈夫だな。やりたいこと。